皆さんこんにちは、ゴーです。今回はやらないでハムスターが苦手なことトップ3を発表します。一緒に住んでいるペットとは仲良く過ごしたいですよね。でも人とは違う生き物なので、何が苦手なのか感覚で判断することはできません。そこでこの動画ではハムスターが生物レベルで苦手だと思っていることを皆さんに紹介します。分かりきった内容は今回は割愛して、見落としがちな行動を厳選してみました。それでは早速行きましょう。やらないでハムスターが苦手なこと第3位、ヒゲを触る。いや、誰がヒゲなんて触るね。厳しいツッコミが聞こえてきます。でも手に乗せたり、おやつを手渡ししたり、そんな時に間違えて、うわ、ヒゲを引っ張ってしまった、そんなことがあるかもしれません。皆さんぜひ注意してハムちゃんと接しましょうね。ハムスターにとってヒゲとは敏感なセンサーなのです。ハムスターはモグラみたいに暗い穴の中で生活するし、外を走る時も深夜ですよね。真っ暗な世界に生きているということが言えます。なので壁にぶつかるなどして怪我をしないためにこのヒゲがあるのです。すごく敏感なヒゲなので、ちょっと皆さんが触っただけでふわーっとくすぐったくなってしまいます。ヒゲの根元の細胞には感覚細胞というものがたっぷり集まっています。つまり人でいうところの脇腹とか首筋とかを想像してください。もしあなたの友達があなたの脇腹をしつこく触ってきたらどう思いますか？もうやり返したくなりますよね。なのでハムスターと遊ぶときは気をつけてあげましょうね。ちなみにヒゲ以外にも感覚毛と言われる毛があります。これは風が吹いているとか穴のサイズ感とかを毛から伝わる感触で判断できるような毛なのだそうです。ハムスターの生活にとってヒゲや感覚毛は必需品。まあ私は人間なのでヒゲを脱毛していますが、ハムスターの毛は脱毛しないでくださいね。やらないでハムスターが苦手なこと第2位、明るい場所。さっきも話した通り、ハムスターは暗闇の世界の生き物です。だから夜に部屋の明かりで眩しくするなんてことは絶対に NG です。ところで知っていましたか？ハムスターの目は人の目より明るさを感じる細胞がたっぷり多いんですよ。それに加えてハムスターの目ってちょっと飛び出ていますよね。これも暗闇の中で光をなるべく感知したいために飛び出ているのだそうです。つまり人よりも何倍も眩しいと感じることになります。このことに皆さんも気をつけてあげましょう。皆さんも想像してみてください。あなたは今夜に散歩をしています。そして対面からは懐中電灯を持って犬の散歩をしている主婦も近づいてきています。主婦はあなたに気づきました。そしてなんと手に持っている懐中電灯をあなたの顔に向けてきたんです。うわー、眩しい、やめてくれよとなりませんか？ちなみにこれは実際に私に起こった出来事です。夜散歩してると結構これやられます。もう悪気はないのは知ってるんだけど、本当にやめてください。やらないでハムスターが苦手なこと第1、暑さと湿度。そろそろ夏になるので皆さんにこれをお伝えします。ハムスターを飼うならエアコンは24時間必須です。私は5月中旬の今でもすでにエアコンをつけていますよ。なんでかって？それはドライモードを使いたいからです。ハムスターの出身地を思い出しましょう。それって中東、ロシア、モンゴルなどですよね。圧倒的な乾燥地帯なんですよ。つまり日本のような湿潤な気候はハムスターはとっても苦手としています。ジャンガリアンやロボロフスキーは特に暑さにも弱いので、これからの季節は本当にエアコンを使ってください。それでも部屋がなかなか乾燥しないなという悩みも多くもらえます。そんな時はサーキュレーターも併用するのがおすすめです。あるいは換気扇も一緒にオンにしちゃって、上に溜まった空気を外に出してあげることで部屋が除湿されやすくなります。実は湿度を含んだ空気って上に溜まりやすいそうです。だから換気扇から排出して部屋中を乾燥させることができるということですね。今回の動画はこれでおしまい。今回もためになる話ができたかと思います。できたよ、よくやったねと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。